おお、地下はなんか、キャンプ場、めっちゃキャンプしよる。いいね、いいね。でも、キャンプ場になんか豚とか鶏とかおったら、うん、これからさばかれるのかなってちょっと思っちゃうけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、ゆめみの館へ。いらっしゃいませ。ラクジュエーションサロン、ゆめみの館へようこそお越しくださいました。ほい、ということで今回は、桜スイーツを取り扱っているカフェを経営している村長のいる歌舞伎村に行ってみたいと思います。心地よい夢ご希望かしら。一眠り500ブレでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。はい、ということで歌舞伎村に出発。はい、歌舞伎村に到着。お、服が2種類あるんかな。夢の世界へようこそ。あなたは今歌舞伎という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の歌舞伎の世界をご堪能あそばせ。はい、ということで、お、これはこっちが男の子かな。違う、あ、カンカン帽、なるほど。そして端が赤い服ってなんだ。ケミカルデニム、青いスニーカー、こっちはピンクの紐付きシューズ、花柄の友禅。あ、なるほどね。私こっちにしよっかな。こっちにしよっかな。そしてこれは何だろうか。はーい、身につけていきまーす。あ、風船や。紫の風船。はい、じゃーん。こんな感じで。いいね、いいね。なんか、夏休みって感じ。夏休みの子供って感じ。いいね。ということで、まずは下からちょっと回っていこうかな。時計回りに回っていってみようか。こっちの方だな。オッケー、オッケー。なんかね、結構私いろんな村行きよって思ったんやけどさ、橋のところに鉱石置いとる人めっちゃ多くない？飾り的な感じなんかな。お茶す？君は茶すじゃないか？ほらあれ、アイナちゃんこんなところで会うなんて、まさかおいらの追っかけか。にゃにゃー。この村の茶すは語尾がとてつもなく可愛いな。茶すの家ここやる絶対。ほら茶す。家が茶す。なるほどね。あ、ちょっと待って、私あっち側の家に先に行きたい。なんかこういう感じでさ、ちょっと無造作な感じで貼っとる。まあ、無造作といっても、あれなんかな。ちゃんとバランスよくは貼ってあるけど、こういう感じでもなんかすごいよね、所狭しと貼っとるわけじゃなく、みたいな。あ、すごい！家の周りのこういう木の囲いいいな。いいな、いいな。キノコめっちゃ生えてる。じゃあ、1軒目、お邪魔します。お、あ、1軒目は、ここはあれだね。カモメ食堂のところかな。はい、ここは、カモメ食堂を再現したカフェだね。カフェ、あ、食堂。だね。カモメ食堂ってさ、私、今までにも何回も、こう何回か行った村の中にカモメ食堂っていうとこがあったんやけど、私それってめっちゃオリジナルのとこやと思っとったよね、最初。やけど、まあ、よくよく、なんか、この名前よく聞くなと思って調べてみたら、映画なんかな。カモメ食堂。っていう結構前の映画があって、なんかそれを題材にしてるっぽいっていうのを知ったから、知ったから私はちゃんと見ましたよ。めっちゃ面白かった。めっちゃ面白かった。フィンランドを舞台にしたお話だったからね。まあ、こういう、ちょっとヨーロッパ風な感じの、フィンランドってヨーロッパかな。ちょっと私、世界史苦手だから、世界史？地理？地理苦手だから。はい、そしてこういう、なんか、シナモンロールがすごい、最初ね、シナモンロールをきっかけに、カモメ食堂のお客さんが増えたみたいなんやけど、私何気にこう、シナモンが苦手で、食べたことがないんよね。美味しいんかな？
やろ、サンリオのね、シナモンは好きなんだけども。サンリオのシナモンは好きなんだけどね。お、びっくりした。なんかちょっと前に、ファミリーマートで、シナモン味の、ファミチキが出てたんだけど、あれはなんかね、まあ、シナモンという時点で私は食べてないんだけど、食べた人曰くちょっと辛かったらしいよね。シナモンって甘くない？辛いものなの？ちょっといまいちわからないわ。シジェイさんのスクーターが、びっくりした。そうか、鳴るのか。鳴るのか。ペッペー。いいね。なんかこういう、この二つが揃ったらもうすでになんかちょっとね、工房っぽい感じになるよね。ほい、そして。いや、いいね。カモメ食堂。なんか日本のソウルフード、おにぎりを作りたいみたいな感じになっとって。で、なんかでも中身の具は、地元の人が好きな食材がいいんじゃないかってなって、まあ、途中ね。最終的には日本風に戻ったみたいだけど。え、でもなんか、ザリガニ？ザリガニやっけ？ロブスターやっけ？と、あと、トナカイとニシンとかそういうのばっかり入れよって、日本の感覚的にはめっちゃ極物やなって思ってんやけど。お、2階おしゃれー。いいね。なにこの格好。ロック。なるほど、なんか、ロックンロールな感じなのね。ちょっとよくわからないけど。あ、この椅子はあれかな？リメイクかな？かわいい。めっちゃかわいい。この椅子に私、もともとのクッションの、模様があんま好きじゃないんやけど、いいね。リメイクしたらめっちゃかわいくなるな。この上に置いてあるこの、これは、なんか私、ポケモリでゲットしたような気がしなくもない。ほい、そして地下へ。おお、地下はなんか、キャンプ場、めっちゃキャンプしよる。いいね、いいね。でも、キャンプ場になんか豚とか鶏とかおったら、うん、これから裁かれるのかなってちょっと思っちゃうけど。つらい。え、なになになに？ギターとか置いてあるんですけど。山の上で？山の上で弾くの。いや、なんかめっちゃオシャレ。流浪の旅人みたいな。私のイメージよ。え、でもここの雰囲気めっちゃ好き。超キャンプ場やん。え、いいな、いいな。いいな、いいな。私も参加する。わーい。わーい。え？テーブルの上にキノコ生えてる。ちょっとびっくりした。ちょっとびっくりしたよ。いや、いいな、いいな。なんかああいうキャンプファイヤーとかってさ、ちょっと、真ん中の方に置いてしまいがちな気がするんやけど、私はね。端っこにあるっていうのもまたいいな。ほい、それじゃあ。外にもキノコ生えとるもんね。かわいい。なんかめっちゃ素朴な感じがする。お、そしてちょっとした花壇があるよ。やっぱこういう感じにしたらめっちゃかわいいな。てか、いつも思うんやけどさ、この花壇って毎日さ、公共事業？その辺もちょっとね、いまいち分かってないよね。どうなんだろうか。ほい、それじゃあちょっと、2軒目の家に、お、キノコに囲まれてのいいね。いいね、いいね。じゃ、かわいい。でも現実にああいうキノコがあったら多分食べちゃいかんねやろな。なにこれ？こんなとこに1個。火事？火事って何？船とかの？おもかじいっぱい。違う？違う？どうも。まやさん、月に変わってお仕置きよ。セーラームーンや、セーラームーン。うわ、周りめっちゃかわいい。超乙女チックなんですけど。超絶可愛いんですけど。あれ？そういえば、カモメ食堂、1軒目の方、住人さんいた？超いなかったんじゃないのか？もしや。おー、綺麗。めっちゃ綺麗。あ、これあれやねん。月の神殿やねん。あ、ごめん、ちょっと用語的なことに関してはちょっといろいろと覚えてないことがあるんやけど。月の神殿なんていう名前やったかちょっと覚えてないけど。え、あれやろ、セレニティとかがおったとこやろ、エンディミオンとか。
いいね、いいね。めっちゃ神々しい感じ。いや、私好きなんよね、セーラームーン。え、好きと言いつつ知識は浅いよ。浅いよ。浅く大好きな感じ。ちょっと意味がわからない。はい、じゃあ左の部屋へ。なんか小さい頃に見た作品とかってね、あんまりこう、細かいとこまで覚えてないよね。ただ可愛いとかで応援しよったけんさ。セーラームーンのね、コスプレとかめっちゃしよった。可愛いよ。お、すごい、ちゃんと。ね、月なんやね。月のドレスさ、私もこれ持っとんやけどさ、使い道がいまいちなく使ってないんよね。確かにセーラームーンテーマいいね。月綺麗だわ。私はね、太陽系の惑星の中から、どれやったっけ、冥王星、冥王星かながなくなるっていう風に聞いた時の、セーラープルートはどうなるのっていう衝撃。 いや、一応ね、一応こう、セーラームーンの仲間たちって、全員ね、そういう惑星の名前からついとるけんさ、ヴィーナス、マーキュリーとか、プルートはみたいな感じでちょっとなったよね。はい、右の部屋。右の部屋の、このラグは一体何のラグ？ハッケミーとかそういう感じ？え、違うかな？え、めっちゃなんか、セーラームーンっぽいけど。あ、赤いバラ、一輪のバラ、タキシード仮面様や。タキシード仮面様。いや、いつも思うけど、タキシード仮面絶対あんなんね、普通に誰が変身してるか気づくよね。何気づかずに普通に出会ってんだ。ほい、そして2階へ。おお、びっくりした。2階は、月のうさぎちゃん、セーラームーンの、その部屋を再現してるらしいです。いや、思うけど、うさぎちゃんね、めっちゃガサツな感じやけどさ、超乙女やけんね。超乙女で超可愛いけんね。え、部屋も超可愛いし。このベッドとかもうめっちゃ可愛すぎかー。うさぎだよ、うさぎ。月とうさぎだよ。めっちゃ可愛い。そして私昔からさ、超不思議に思っとったのが、セーラームーンの髪型って一体どうやってるのっていうね。どういう髪型って昔からめっちゃ思いよった。あと、ちびうさと。いや、私、ちびうさとか、ちびちびとか、もう、後から出てくるちびっ子たちめっちゃ好きやったんよね。あと、ホタルちゃんとか。いや、可愛すぎかっていうね。いいわ。めっちゃ可愛いわ。なんか文房具とか、いろいろ、ほんとなんかいろいろ持っとったセーラーも。はい、そして地下へ。おお、タキシード仮面様。タキシード仮面様。いいね。ここは私ちょっと白いドレスをまとってセレニティになりたかったところだわ。いいね、いいね。てか、このね、なんていうん、前世から結ばれとるっていうのがちょっと運命的すぎん？やばいよね。セレニティと、エンディミオン、そして、セーラームーンとタキシード仮面。いや、もう、ね、乙女チックなストーリー、いいと思う。ほい、それじゃあ、かわいい。この制服もあれよね。うさぎちゃんたちが着てるやつやろ？いや、私、後々さ、セーラームーン、みんなさ、中学生っていうのを聞いたときにめちゃくちゃびっくりしたよね。中学生？大人っぽすぎない？みたいな。だいぶ成長したって、なんかこうね、見返して、設定再確認したときに、みたいな。いや、別に私ね、小さい頃とか別にそんなキャラクターの歳とか気にして見てなかったけんさ。なんかこの辺超おしゃれなんやけど。びっくりした。びっくりした。え、この辺の雰囲気めっちゃ好きなんやけど。え、よくない？え、超おしゃれじゃない？え、いいな、いいな。なんかこうね、わけもなくこういう綺麗な場所にベンチがポンポンポンってある。え、なんか私の中でさ、横浜とかってそういうイメージなんやけど。
え、田舎者の横浜のイメージやけんね。めっちゃ可愛い。猫。イエーイ。は。超笑顔。お、どうも。おいでやす。さくらさん、村長さんやね。めっちゃ日本風やん。おいでやす。あ。お、レモンや、レモン。レモンや、レモンパックや。はい、それじゃあ3軒目。入ります。あ、めっちゃ可愛い。そう、村長さんの家はね、桜スイーツカフェ。桜スイーツカフェって言ったけど、めっちゃ可愛い。見て、椅子も桜。え、超可愛い。お、店員さん。イケてるメガネかけてますな。あ、これ。これさ、もぐもぐ村にもかかってなかった？誰かが配布してるマイデザインっていうことなんかな。ねえ、私がこれ、なんていう文字なんやろ。ちゃんと文字を表しとんかなみたいな感じのこと言ったやつ。はい、それじゃあちょっと、左の部屋に入っていきましょうか。なんか出されてるものもめっちゃおしゃれだけど、あれなんやっけ？ダックワーズやったっけ？食べたことがない。お、めっちゃうがいしてる。何これ、夢の国なんですけど。超夢の国なんですけど。これは？え、この家具って何の家具？え、見たことないかもしれない。一瞬シナモンかなって思ったけど、何これ？え、超可愛いんだけど。すげえゴロゴロしちゃう、ちょっと。めっちゃ可愛い。何これ？もうこれこそ夢川だわ。あ、何これ？あ、卵の、タンス？ただいま準備中。君じゃないんだよ。君にご用はないんだよ。え、かわいい。めっちゃかわいい。テンション上がる。あ、ここも一応お客様の席なんよね。なるほど。え、この空間いいな。いいな、いいな。かわいい。かわいい。ほい、そして。いや、夢川系好きな方は、ちょっとぜひぜひ。このカフェ。おー、奥はなんかめっちゃ和風。おいでやすーって言ってたもんね。え、めっちゃいいやん。じゃ、ここは、あ、やっぱり桜餅とか出ますか？桜スイーツ。かわいい。いいね。でもこの、何？床？床は畳なんだけど、壁は、ねえ、さっきのところと、洋風のところと変わらないっていうのもいいね。いろんな雰囲気が楽しめるな。気分に合わせてお部屋をどうぞ、みたいな。友達とワイワイ気軽にって感じは、なんかこの入り口のところがいいかなっていう感じがするね。はい、それじゃあ右側の部屋へ。おお、右側はこれあれかな？お店の人の、自宅かな？自室かな？多分。あ、なるほど。本人自体はめちゃくちゃ和風な感じなんやね。あ、かわいい。これ買えるんやっけ？あ、いいな、いいな。じゃ、こういうの並べてね、駄菓子屋っぽい感じにしたいよね。いいな、いいな。これは？この壁。この壁は、なんやろ、花かな？いいね、いいね。かわいい。いや、和風なところってちょっとテンション上がるよね。ほい、そして、こっち側を降りれるか。降りれなかった。降りれなかった。こっちからだね。オッケー。はい。この埴輪たちはお客さんかな？今支払い中、君。で、この子は今ちょっと帰り寄るところかな。いいね、いいね。はい、それじゃあ2階へ。お？ 2 階は寝室だ。寝室は洋風なのか。なるほど。まあ、どっちも好きってことなんやね、きっと本人も。かわいい。あ、これ、リメイクでこんな感じになるんや。え、これ青いやつよね、もともと。え、違ったっけ？なんかそんなのあったような気がする。めっちゃかわいい。いいね、いいね。そして、おしゃれな人は大体こうね、天体観測を。私、こういうのであんまり星を見たことがないんやけど、
ちゃんと星座とかって見えるもんな。こう肉眼でやったらさ、やっぱオリオン座とかが見つけやすいよ。私毎年毎年秋になってきたらさ、あれオリオン座とかめっちゃ思うもん。それだけの知識しかないけど、わかりやすい形しとるもんね。はい、そして地下へ。お、地下はお風呂や、お風呂。ちゃんとね、お風呂に入るときには、アクセサリーは。あ、これもリメイクできるんやね。これ普段もっと濃い色じゃない？あ、なるほど。こういう、じゃパステルチックな感じにできるんやね。かわいい。いいね、いいね。あ、そっか。こういう畳まれとる服とかにもマイデザ反映できるんか。なるほどね。そういうとこマイデザ使った方がなんかちょっとかわいくなりそうな気がする。そして、女子力。花びらを浮かべたお風呂。じゃあれやんね。インスタ映え。インスタ映えしそう。はい、それじゃあ。一応、お客様向けっていう感じの部屋は3箇所。まあ、入り口入ってすぐのところ合わせて3箇所やったかな。まあ、気楽に話せそうかなっていうカフェスタイル。普通のカフェスタイルのとこと、夢川系の部屋と、あと、まあ、洋風。洋風じゃねえわ。和風のところ。ここはなんかもう完璧和風な感じやね。はい、4軒目。お邪魔します。え？待って、銀ちゃん？どうも、よろずやでーす。坂田銀ちゃんやん。え、ちょ、もう入ってさ、格好を見た瞬間に思ったわ。え、格好を見た瞬間に思ったわ。銀ちゃんじゃねえか。そして、よろずや。いや、いいね。いいね。これはパフェってことかな。いや、もうね、だいぶ甘党だからね。すごーい！見てこれ、新発さんと神楽だよ。え、めっちゃ、あ、傘もちゃんと。なるほどね。めっちゃかわいい。この傘は、もともと前でさ、どうなんやろ。いいね。めっちゃ再現できとるやん。これはきっとジャンプが積み重ねられているに違いない。いいね、いいね。そしてここね、いつも銀ちゃんが座っとるところ。だるそうに。ぐでーっとした感じで座っとるところ。やるときはやるから。よろずやの掃除とかっていうのはやっぱ、あれかな、新八がやりよんかな。銀玉もね、私最近ちょっと見てないけんね。え、これは貞治ですか？貞治やったっけ？春貞やったっけ？貞治よね。じゃ、たまにそこわからんくなるんよね。混乱する。はい、それじゃあ2階へ。お、いいね、いいね。ブオー、あ、お鍋や。そしてドーナツ。お、海賊の旗が、まさかの。ちょ、あれやね、ジャンプに影響されて、ちょ、ワンピースリスペクトしてるやろ。ワンピースリスペクトしてるよ、ちょっと。あー、だらしない。だらしないよ、金ちゃん。ちゃんとしまってよ。ちゃんと畳もうよ。はい、そして地下へ。お、地下はやっぱり、おとせさん。おとせさん働いてらっしゃる。この、ちょ待って。こっちにさ、置いてあるさ、この招き猫は、ちょ、あれかなって思った一瞬。キャサリン、キャサリンかなみたいな。キラン。キラン。いや、いいね。いや、おとせさんね、ああいう感じやけど、絶対、こうなんかね、親身になって話聞いてくれる感じ。絶対優しいもんね。しかも若い頃超美人やし。名前何やったっけ？あやめやったっけ？あのおじいさんとの、おじいさんとのっていうか、おじいさんの恋の話、私結構好きやったんやけど。あのね、なんかちょっと、もう死の間際やけんか知らんけど、若い頃の綺麗なままの姿に見えるっていう。これ何？ん？これは何？何なんやろ？食べ物？食べ物なのこれ。どういう状態かがいまいちよくわからん。これ鳥かな？なんか、そうっぽい感じするよね。鳥っぽい感じするよね。何なんやろ？
バンバンジー？いや、こんなんじゃないか。わからない。いや、すごいなぁ。びっくりした。銀ちゃん、端っこの方行ってしまってる。私はちょっと、今日は、よろずやさんに来た相談者ということで。いやー、よかった。まさかね、ちょっと、銀玉の世界観再現してるとは思ってなかったよ。ちょっとびっくりしたよ。そして、ちょっと一軒目の家の方、一軒目の家の方は、ちょっとあ、すごい。フルーツの木がちゃんと種類揃っとるね。綺麗だわ。ちょいと。ちょいと。あ、いた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 。どうも。え、うちはサスケ。うすらトンカチ。うすらトンカチって言われた。なぜサスケなのこれで。そこはあれかな、ネタ的な感じかな。いや、だってね、家も、かもめ食堂だったから。かもめ食堂だったからね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか、いろんなアニメの要素。まあ、サスケは名前だけだったような気がするけど、もしかして部屋もあったのかな？まあでもなんかいろんな要素が詰まっててめっちゃ楽しかった。